同窓会行く？あー、いや、わかんない。成人式でしょ？なんかこの前ね、高知の LINE グループが5年ぶりぐらいに動いて、なんだ？と思ったら、なんか、なんだっけ、同窓会の出席確認。なんか会場を取らなきゃいけないから、みたいな。当時の生徒会長が仕切ってたよ。友達にプロゲーマーってバレてる？いや、バレてるよ。バレるでしょ？なんか、一人が知ると、その一人から二人ぐらい行って、で、その二人がまた四人ぐらいになって、で、その四人が八人ぐらいになって、みたいな。仲いい数人だけ知ってるけど、やっぱみんな、友達に話すじゃん。いや、あいつ、なんか今プロゲーマーで活躍してるらしいぞ、みたいな。それでなんかインスタの DM とか、LINE とか来るね。え、これお前？みたいな。俺しかいないのに聞いてくるもん。中学高校もいい思い出多そうだしな。中学はいい思い出しかないかもな。高校は割と、高1までだったかな。もう高2からは、ちょっと、特別充実してたわけじゃないかも。イェイ、復帰？イェイ。これ、バンじゃない？これ、バン。いや、ミニスカサンタコスで別路線からバレてるよ。マジでね、それ結構あるんだよね。その、サンタコスでバレてるの結構あるんだよね。ね、なんか中学の子、隣の席、で、かつなんかめっちゃ仲良かった女の子がいるんだけど。普通に仲良かっただけなんだけど。仲いい女の子がいて、この子今専門学校でなんか、おしゃれな道に進んでんだけど、その子の友達のロック画面が俺のサンタさんだったらしくて、それは最近推してるの？みたいな話をかけたら、なんか見たことあるなっていう顔で、俺だったっていう。半年前ぐらいに LINE 来たんだけど。なんか、仲いい友達が、推してる人お前だったんだけど、みたいな。今ずと思って。久しぶりの連絡それと思って。女友達ちゃんといるのよ。いや、女友達いるだろ。陰キャの割に充実してたから。友好関係は。陰キャだったけどね。